可愛くてなでくり回してるとパンチが飛んでくる時があって、爪が鋭いから僕の手は傷だらけだけど、爪を切りたいんだけれども切らしてくれないんです。どうもスタッフさんです。どうやったらうまく切らせてくれるのか、ネットを調べまくったら、猫ちゃんの頭に粘着を乗せたら爪を切らせてくれるらしいという情報をつかんだ。僕はその方法を信じ試してみたら、パンチされたー。メロン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 がうるさくて寝れないよ。メロン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 甘がみあんみょんみょんみょん。うるさい、寝れない。どうして彼の後ろでやってるんだよ。待って、ピッチャピッチャピチャピチャ、うるさい。ドナ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 、お牛の親玉。ドナドナ悔しいけれど、お前に不況ギャランドギャランド。あいつマジ調子乗ってっかんな。一発狩りの鉄拳を食らわしてやらないとダメだ。腕にグサーってやってやるんだよ。その引っ掛け傷でメッセージを残してやるんだよ。たまには抱っこしてねって。腹の肉も背中の肉も全部全部贅肉なのね。肥満確定みたい。おやつの量もきっと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 減らされる。